マウンテンパーカーを全部着てみたという動画をやってみたいなと思います。泣く子も黙るレイジシリーズですね。まあ別名ラオジャケットっていうことで、最強のジャケットでね、アクロニウムのマウンテンパーカーになっております。なんで30万もするのって感じなんやけども。はい、本日ですね、マウンテンパーカーを全部着てみたという動画をやってみたいなと思います。ということで、僕の動画見ていただいてる方だったら何言いたいかわかります?俺、これ毎回やってるやんけって思うかもしれないですけど、毎回やる必要があるんですよ。っていうのもね、結構新しいものがまた増えてたり、それこそ途中でも出ますけど、30何万のマウンテンパーカーが出てきたりしますので、まあその辺を着ていきたいなと思うんですけど、まずねざっと着ていきましょう。こちらエントリーナンバー1番クライムライトジャケットの L サイズを着用しております。で今回なんですけど、あのこういったソフトシェルジャケット、要は薄い系のジャケットは入れておりません。こんなもん入れだしたらもうキリないので、もうこれは入れないということで、これから秋口に着れるような感じでということなんで、やっていきたいなと思います。では次ね、 M サイズ着ていきたいなと思います。これ L でしょ。 L が多分おそらく僕178cm70kgでちょうどいいと思うんですけど、 M はちょっとちっちゃいですね。はい、とまあいかがでしょうか。こちら M サイズで着ております。色違いなんですけどもね、僕が一番最初に買ったノースエースのジャケットですけど、ちっちゃいですね。これちょうど10年ぐらい前だと思うんですけど、長く持ってるなぁと思うんですけどもね。もともとクライムライトは丈がちょっと短いので、サイズはちょっとあんまり小さいサイズは僕合わないんですけども、まあおそらく L かなと思います。で XL もあるんで XL 来ましょう。はい、次は XL ですね。まあこれノースエースで人気のケルプタンっていう色味なんですけど、この間ね視聴者さんに声かけてもらった視聴者さんもこれ着てました。ナンバーパークスっていうところでね、嫁と買い物してたりしたら、後ろから拓造さんですかって言って声かけてもらって、あそうですって言って写真撮ったんですけど、その近くにあるスムージー屋さんのお姉さんにも声かけてもらってね、すみません、もしかしてタクゾさんですかって言われて、あそうなんですって言って、うち旦那がめっちゃ好きなんです、写真撮ってもらっていいですかって言ってね、人の奥さんこう肩抱いてね、ニコって言って撮ってもらって、もしかしたらあの旦那さん怒ってるかもしれないですけども、その時だけね肩抱かせていただきました。すみません、失礼しますっていう、まあ、クライムライトと全く関係ない話したんですけど、これが XL なので、これクライムライトはね意外とサイズ上げてもいけるっていうところが分かっていただけたと思うんですけど、次のマウンテンライトはサイズ上げるとちょっとみっともないんですよ。今から L サイズ4連ちゃん着ていきますね。これは着丈が長いから、あの L サイズで僕はいい感じかなと思うんですけども、黄色、イエローベースの人が黄色を着ると生えてくるっていうね。僕はイエローベースだから、これ自分で言うのもあれですけど、まあまあ似合うかなと思うけど、次のブルーが全然似合わへん。ほらね、なんかちょっと変な感じするでしょ。あ、ちなみに今回マウンテンパーカーって何っていうと、フードがついている防風防水ジャケットっていう定義がなんかネットにあったんで、それをベースに考えてます。だからフードあるやつしかないんですけどね、防風防水のやつでっていう感じなんですけど、色味どうですか。これ同じく L サイズです。で次も L なんですよ。はい、とまあこれもイエローっぽい感じなんですけど、これはね春先に出たマウンテンライトやから少しちょっと明るめなんですよ。でさっき見てもらったこれが確か冬やったかな、出た、やつやった、秋冬やったから、まあ年間2回出るんですよね、このマウンテンライトは。これも同じく L サイズなんですけど、これもね同じく L で着てるんですけど、デニムなんですよね。だからまたちょっと雰囲気が違うかなと思うんですけど、なんか男性受けしそうな色味ですよね。男性結構こういうデニムとか好きやから、こういうのはねいい感じかなと思います。で問題はこっからですよ。今まで L4 つ着ますね。次 XL 着るとちょっとやっぱでかいんですよね。見てもらいたいなと思います。はい、とまあどうでしょうか。一気にね余裕が出てくるから、こうダボダボしてきて、シルエットがちょっと変わってきたかなと思うんですけども、僕はねこれ買ってから多分2年ぐらい経つと思うんですけど、1回も着てない。みたいな、ずっとクローゼットにかかってる状態なんですけど、それぐらい、まあ、僕にとってはちょっと XL は大きかったかなと思うような、サイズ感にはなってますけどもね。はい、次はねこちらドットショットをやったような気がします。でねパッと見た目で、あ迷彩ええやん、ノースエース迷彩ええやんと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、迷彩がねこれ毎年ちょっと柄の雰囲気変わってくるんですよ。いい年当たりの年と当たりじゃない年って言ったら言い方悪いけども、そういう年がちょっと分かれてくるので、まあ、その辺はね要注意。あ今年外れやなと思ったら別に、まあ、無理して買わんと来年に伸ばすとかね、でまた来年は来年でまた雰囲気変わってくるから、そういう風にして迷彩を見ていくのがいいかなと思うんですけど、この辺の色味はね比較的ねそのとびっきり明るいわけでもないし、こうリアル迷彩っぽい感じだから、まあ男の人がね合いそうな感じですよね。はい、そして次はですねスクープジャケットっていうジャケットになりますね。これも買ってから着ておりません。もう3年ぐらい経つけども1回も着てない。もうずっとクローゼットにかかった状態なんですけど、でそんなこと言っていいんですかって、実は着てるって言っといたらよくないですかって言ってくださる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ別に自腹で買ってるから着てないって言ってもいいでしょう。正直で着てません。そして次はねコンパクトジャケット、これノースエースで多分結構手頃な感じ、1万5000いくかいかんかぐらいの、ね、値段やから結構人気なんですけども、まあ、ほんまにノースエース初級編みたいな感じで、序盤に紹介したようなクライムとかマウンテンライト持ってる人はわざわざ買わんでも、ね、いいようなジャケットかなと思うんですけど、一応今回マウンテンパーカーなんで入れておきました。今まで紹介したやつ全部、これから紹介するやつも全部動画説明欄下にレビュー動画載せてますので、気になる方はもっと詳細知りたいという方はそこ見てください。もうそこであることないことをペチャペチャ喋ってるので、それ見てもらうのがいいかなと思うんですけど、もうここはさっくり切るだけっていう感じなんでね、一旦まずこれで
で終わりました。でこれで終わりかなと思ったらまだまだあるんですよ。33着もあるからね、ちょっと持ってきますわ。はい、では今次何着目か分かりませんけど着ていきましょう。こちらモンベルのストームクルーザーっていうジャケットで、こちら L サイズで着用しております。多分ねモンベルやったら一番オーソドックスなマウンテンパーカーっていうとこれになってくるかなと思います。ストームクルーザーはね結構買う人多いんですよ。値段安いのに、まあ、ゴアテック使ってるし、モンベルでそんないい色あったんって感じじゃないですか。モンベルってまあちょっとなんかグリーンのねくすんだグリーンみたいな、だいたい学校の先生のまあ国語の先生のあの女性のあの年配のね国語の先生が着てるイメージ、勝手にねそんな先生言いませんでしたけどもイメージな感じで、グリーンあるでしょ、薄いグリーンみたいな感じ着てる。あー確かにさ、こんな赤着る人はあんまいてないけども、まあ実はこんなんもあったりするんですけどね、これがストームクルーザーになってます。まあ日本のブランドなんでサイズはね日本の同じようにユニクロとかと同じ感じでいけるかなと思います。はい、出ました。泣く子も黙るレイジシリーズですね。復刻して1回しか復刻せんかったかな、2回ぐらいしたかな。まあでもこの派手な色はね1年しかなかったんですよ。2019年しか多分なかったんですけど、これ僕 M サイズで着用しております。このシリーズね結構人気あったりしてて、まあ評判はあんま良くない、女子受けとかあんま良くないけども結構買う人多かったりするんでね、もう1回出したらいいのになと思うんですけど、まあ今のところはなかなか出てこない感じですね。特にボードとかで、着るとめっちゃ映えそうな感じしますよね。そして次がですよ、あの30万超える、たった1着で30万超えるっていうジャケット。はい、こちらがアクロニウムのマウンテンパーカーになっております。なんで30万もするのって感じなんやけども、生地自体はね他の生地とそんなに違いありません。よくメートルでいくらっていう話するけども、そのメートルでいくらで分かってても、まあ、そんな高い生地ではないなと思うんやけど、以上30何万するということで、まあ、海外のやつっていうのもありますけどもね、まあ、そういうことでいろんな話はもうレビューでしてるからもうしません。ここで話しちゃうと終わらないから、そして次いきます。そして次はですね、あ、キャンプ用品では見たことあるけども実はウェアあったんでおなじみのチャムスなんですよ。チャムスはねあの実はこんなんもあったりしてて、まあ、T シャツとかぐらいはあるんやけども、まあ、こういうマウンテンパーカー本格的なゴアテックスのやつってあんま知らんかったんやけども実はあってんでね、結構セールにかかったりもしてるので意外とコスパよく買えるので、ほんまにノースフェイスの先のマウンテンライトと同じぐらいの性能欲しいなってなって、ほぼ同じなんですよ。で値段ちょっと安く欲しいってなったりしたら全然チャムスで、これオールブラックもあったりするんでね、でそれがちょっと安くなったりする、3万円切るか切らんかぐらいで確かあったと思うんで、おすすめになってくるんかなと思います。これ結構珍しいですよね。で次にこれ横田布団でおなじみのこちらナンガでございますね。ナンガの会社横田布団っていう、横田さんっていう社長さんがいてるんだけど、その人がまあ作ってる会社なんだけどもね、ナンガのキャラクターでガーシーっておったりしてます。なんでガーシーかって言ったらシガを逆に読んだらガーシーってなってキャラクターつけたのはいいんやけども、あの YouTube でとにかく有名な方のガーシーおるじゃないですか、あれが出てきたせいで全然ガーシーのこともうなんか話題にもなってないし、ナンガのレジ前とかにも前ガーシーのキャラクターいっぱいあったけども、なんかもうそっからやめたんかなっていうような感じでね、あのガーシーさんが出てからねキャラクターのガーシーの方がちょっともうやめたんかな、演技あんま良くないって言ったら言い方悪いかもしれないけど、なんかそんな感じでやめたんかなっていうようなね、でおなじみのなんかでございます。で次行きたいなと思います。そして次はねまたノースフェイス戻ってきました。オールマウンテンジャケットっていう、まあオールがついてるぐらいから、まあ、マウンテンジャケットの中でも結構なんていうのこう洗練されてるというか、いろんな機能が使われてて、さらにこう登山により特化してる軽量なモデルになってるんですけど、一般的にはねマウンテンライトジャケットの方が結構有名なんだけど、マウンテンライトジャケットとオールマウンテンジャケットとマウンテンジャケットのこの3つがね同じ立ち位置でおって、街向きって言ったらライト、マウンテンライトやし、オールマウンテンこれはどっちかというと登山とかよりこう機能性を発揮するような場所に向いてるしみたいなね、感じのアウターにはなっております。僕個人的にはねマウンテンジャケットが1番でしょ、で2番がこのオールマウンテンで、3番がマウンテンライトかなっていうような位置づけで思ってるんですけど、それぐらいね細かいところ、例えばやねんけどこのリブのところのマジックテープなんかもう埋め込む式でちゃんと塗ったりしてるんですよ。こういう細かいところまで考えていくと結構こだわってるなっていう印象がね一番これあるんですよ。だから意外と隠れた名品なんですけど、ただノースフェイスのジャケット1着だけ選べって言われたら出てくるようなアイテムではないやけど、クロードほど好むっていうようなジャケットですね。まあ何がクロードかようわからんけどね。次クラウドジャケット、こちら L サイズで着用しております。これ今あるんかな、もしかしたらなくなったかもしれんけど、これも結構セールになるやつなんですけど、コスパよくノースフェイス買いたい方なんかはめちゃくちゃいいようなアイテムになってるかなと思います。そして次がですねパタゴニアですね。今回初めて最初で最後に出てくるパタゴニア、これ以上アイテム持ってないんですけど、トレントシェル 3L ジャケットかな、なんかそんな感じの名前、こちら M サイズで着用しております。パタゴニアのマウンテンパーカーって言ったら多分これが一番有名なんちゃいます。でも個人的に言うとこれ多分2万何ぼとかぐらいするんですけど、生地だけで言ったらモンベルの方がいい生地使ってますよね。部品チャックとかで考えてもモンベルの方がいい部品使ってますね。でベルクロで考えてもまあこれはトントンですね。はい、という感じなんで、まあどうしてもパタゴニアがもう大好きでパタゴニアしか買わへんっていう人はこれいいと思うけども、いろんな選択肢がある中でマウンテンパーカーどれがいいですかって言ったら間違いなくこれは出てこないいいようなアイ
テムなんで、パタゴニアの関係者の方怒らないでくださいね、本音で喋っておりますので、こちらそしてこれがねノースフェイスとビームスのコラボで、これ毎年8月になったら出てくるんですよ。秋冬用のジャケットとしてこのマウンテンライドで出てくるんですけど、これも全然買う必要がないというか、どうしてもノースフェイスとビームスのコラボが欲しいという人はめちゃくちゃいいと思うけども、あのマウンテンパーカーどれ買ったらいいですかって言ったら間違いなくこれは上がってこない、それぐらいの感じなんで、性能的にもそうやし、あと原価からしてもまあわざわざこれ選ぶ必要ないよねっていう、まあどうしてもコラボが欲しい人はもうこれ狙っていくべきだと思うけどもっていうようなね、それ以上言うともうこれ以上言うとちょっと嫌味になっちゃうのでこれでは言いませんけども、今年もねビームスパッティーこの間の時に出てたんですよ。やけどまあこれ知ってるからまあ買わんでもええかって言ってもスルーしたね、もう触ってもないんですけど、そんな感じだったっていうことですね。そして次はねノースフェイスの CR ストレージジャケットって言って、これもね実はめちゃくちゃニッチな人には刺さってるアイテムやと思うんですよ。だからこれもねあの人気ないとしても続けるべきアイテムやなと思ってて、っていうのも何かというと、こういう、まあ、マタニティみたいな、こう子供抱っこしながら子供は濡れないようにっていうことを考えられてるので、ほとんどの人には意味はないけど、このちょうど子供おんねんっていう方なんかにはもうドハマりしてるようなアイテムかなと思います。別に子供用でしか使えないわけじゃなくて、これ剥がしちゃえば普通のマウンパーとしても使えるので、これはある一定層の、ね、支持はあったんじゃないかなって個人的には思ってますけども、ちょっと分かりませんけどもね、今年は出るのかどうかっていう。そして次ずっと気になってましたよね、この端っこの方になんかガラガラのやつあるなと、これがシュプリームとコラボのやつですね。これ僕ねパーソナル診断っていうのやってるんやけど、似合う人はとことん似合うねんけども、似合わん人全く似合わへんような、もうはっきり分かれるジャケット、これ似合う人ってねめっちゃ華やかな顔の人で似合うんですよ。逆にちょっと華やかじゃないんやけども落ち着いてる感じの人とかってちょっと合いづらかったりするとかっていうのもあるので、なかなかこう万人におすすめするようなアイテムじゃないけど、ハマる人はもう掛け算のようにハマる、もう素材が10やとしたらもう柄も10やからかける100になるし、合わへん人がすると残念ながら引き算になっちゃう、10の素材があってもうわジャケットが悪くて10引く10ゼロだねっていう、あなんか無理してるねってなっちゃうから、まあそんなジャケットかなと思います。はい、そして忘れておりました、こちらね一番最初に紹介したクライムライトジャケットの色違いがありました。なんかないな、なくしたなと思ってたらどうやら隙間に挟まってました、こちら L サイズで着用しております。もうこれサクッと終わりますね、あのさっき着用してた画像こっちに出てますけども、 M サイズ L サイズ XL サイズで出ると思うので、それの L と同じですね、青と同じの色違いです。はい、こちらがですね、モンベルになっております。モンベルのブラックやったらね、まあ、シンプルな感じかなと思います。これがレインサンダージャケットやったと思いますけど、サイズ L サイズで着用しておりますので、さっきのストームクルーザーが出てきたんですけど、ストームクルーザーよりもう一個ちょっと単価も安くなってるし、値段も安くなってるという、原価も安くなってるけど売り値も多分1万6000円か7000円ぐらい、値上がりしなかったらそれぐらいで売ってたと思います。そしてここからちょっとアークテリクスシリーズ続きますよ。こちらがベータジャケットっていうやつで、この後ベータ LT もあったりするんだけど、ベータジャケットっていうジャケットですね。これまあ4万か5万ぐらいやったと思いますけども、こちらサイズが M サイズで着用しております。アークテリクスに関しては僕全部 M で着用しておりますので、次いきます。そして次これがビームスコラボですね。これがベータ LT っていうジャケットになってて、これの真っ黒も僕持ってたんですよ。持ってたっていう過去形の言い方があれないけども、じゃあどこ行ったんって話なんだけども、わからない、どっか行った、誰かに貸したような気もせんでもないし、誰にも貸してないような気もせんでもないし、衣装部屋で埋もれてるような気もせんでもないんやけども、ちょっと今はわからないです。ここ最近ちょっと調べたんやけども、ないなぁ、よし、しゃあないかっていう感じになってるので、それの色違いと思っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。そして次がですね、僕が持ってるマウンテンパーカーでは2番目に高いやつかな、アークテリクスのアルファ SV っていうモデルで、これが11万やったと思います。当時はね、今はもうちょっと値上がりしてるかもしれないし、今はもうなくなったかもしれんけど、そういった形のモデルです。同じく M サイズで着用しております。これはね実は秘話があってね、僕がね楽天ポイントをコツコツ貯めてね、10万ポイントいって、自分の10万ポイントで買ったんですよ。でいっぱい着用してるので、ホコリ度がめちゃくちゃついてますけども、特に前の部分とかね、ちょっとシワっていうか言ってるでしょ、こんなんとかがね、まあ、僕 の、 あの着用感を出してると思いますけども、他のジャケットはめちゃくちゃ綺麗、もう着てないから何にも全然汚れてないんやけど、アルファ SV はね一時期ずっと毎日着てましたね。そして次ノースフェイスにまた戻ります。これドリズルジャケットっていうジャケット、ちょっと待ってよ、さっきも同じやつ着てたやんけって思うかもしれないですけど、これはさっきはクライムライドジャケットになってます。似てるけども違うんですよ。でこれはねフューチャーライトっていうのをね、初めてノースフェイスが出してね、どうなるかって言って楽しみにしてたんやけど、そこまで今んとこ劣化はしてないですし、逆に言うとそこまで盛り上がってもないっていうようなね記事になってるので、まあ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 、ちょっとまあこれも様子見でしょうという感じですね。ノースフェイスも結構頑張って作ったんやけども、残念ながら思ってるほど話題にならなかったっていうジャケットなんですけど、まあそんな時もあるじゃないですか、頑張って作ったけどもなんか思ってるほど人気ならへんなって、僕の動画でもしょっちゅうあるんですよ。これ跳ねるで言うてやってないけども、全然跳ねへん時とか山ほどあるので、まあ世の中そういうもんですわね。で次がマーモットのなんていうジャケットか忘れた、まあ、僕個人的にはねこういう派手なやつ好きなんですよ。だからついついまあどうせレビューするんやったら派手な方がねサムネ映えもするしええかっていうことでよく
買うんですけど、いつも着て思うのが、これ実際着てないんやけど、パッていろいろ比較すると着るじゃないですか。やっぱりこれいいなと思います。質いいなと思うから、価格がね、多分2万ぐらいやねんけど、2万の割には多分原価結構高いと思います。はい、次はね、マウンテンレインテックスっていうジャケットですね。これもノースフェイスでずっと出続けてはいてるんですけど、まあ個人的にはこういうショート丈で首があるタイプってもう体骨格ウェーブの人にバッチリハマるんですよ。で、僕ウェーブなんですけど、こういう体型の人にはもうバッチリハマる。まあウェーブって何かって、こう下半身がちょっと太りやすくなる人。僕はあんま上半身つかないんですよ。下半身つきやすい人なんかはこうウェーブで上の体型を持ってあげるとよりこう綺麗に見えてくるので、そういう人にはバッチリの、ジャケットですね。で、これもよくねセールかかってるんで安く買えたりします。そして次もですね、ちょっと襟高めになってるんですけど、これモーシャンって言ってアメリカの消防隊とかそういう系の制服として使われてるんですけど、しっかりこれね中フードに入ってて、しかも防水やから、まあマウンテンパーカーと言えるでしょうということで、まあ無理くり掘り込んだんですけども、まあ海外の洋服が好きな方なんかはいいかもしれないですね。そしてラスト2つは同じです、マウンテンジャケットです、これはナクコモダマルノースエースの土定番マウンテンパーカー、これが M サイズで着用しております。これもねもう5年6年ぐらい着てるんかな。ここ 2,3 年前ぐらいに買ったやつがこれですね。 2,3 年前ちゃうか、最近か、買ったちょっと覚えてないけど、これ L サイズで着用しております。まあ別名ラオジャケットっていうことで、最強のジャケットでね、もう今年の冬またラオラオって言い続けるから今日言わんどっかやなと思ったけど言っておきました。ラオジャケットね、色に関してはこれはもう僕もバッチリ自分に合う色を選んでるので、パーソナルカラー的にはねもうオレンジがバッチリっていうことなんで、わざわざこれも狙ってオレンジがいいって言って買いに行ったんですけど、結構ノースフェイスはオレンジが余ってること多いんでね、まあ YouTube なんかやってなかったら普通にまあセールになるまで待ってセールになってから買うとは思うんですけど、今年ねまだ何色が出てるかちょっとまだ見てないんですけど、まあ人によったら、ブルーが似合う人もいてるやろうしっていう感じでね、今回紹介させていただきました。一応これで全部33着ぐらい防水ジャケットでフードついてるやつっていうところでね紹介させていただいたんですけど、まあこの中からねトップ3と決めてもいいかなということで考えたりはしてます。でこの他にもね、またフリースの全部紹介とかスウェット全部紹介とか、なんかその辺もしていこうかなと思ってますので、まあまずはねマウンテンパーカー、33着全部決めたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。